第137回のライブ配信スタートします。今日は成人式、2020年の成人式のねご支度を、させて、今ちょうどですね終わりまして、はい、無事に終わりましたということで、ほっと一息つきながら、まあそんな中でもう毎年のことなんですけど、成人式を、ヘアメイク、すきつけ、まあ、撮影とかいろんなことをこう毎年させていただいてながら、やっぱり、感じることはいくつかあります。で、まあ、今回もね、本当に今回来ていただいた方々は本当にきちっとこうカウンセリングできたし、どういう環境の下で、どういうふうな、気持ちでこの成人式に臨むというね、そのやっぱり家庭によって違うわけですね。やっぱりそのいろんな生い立ちとか環境とかで、どこに重きを置いてるとか、まあ、いろいろとあると思うので、まあ、今日この配信を見ていただいている中で方で、まあ、親御さんの方もいらっしゃいますし、成人された方もいらっしゃるか分かりません。まだ来年成人式を迎えるかも分かりませんので、そういう方のためにちょっと、まあ、参考になればということでちょっと話をさせていただきます。もし何か成人式についていろいろあれば、この配信中でもコメントなどいただけたらですね、まあ、いろいろお話ししたいと思います。というのもですね、メイクの講師を、学校とかでもやってるようなね、そういう経験を持ってる人とかも、友達とかも話したんですよ、この間もね。でやっぱり年々ね、やっぱりそのある程度、まあ、僕らはそのいろんな経験をしているので、機械的というかオートメーション的にね、例えば100人200人とかをこう一気に会場を集めてやる、もうせざるを得ない、まあそういう風なね、タイミングの時もありますよね。やっぱり人数がどうしてもその一気に、ご支度をして成人式に迎えなあかんということなんでね。ただまあそこに本当に自然の流れでそういう風に形で皆さん親御さんはね、それでいいっていう人はいいですよ、別にいいですけど、やっぱり成人式って一生に一回のことなので、やっぱり失敗したくないじゃないですか。まあ、親も後悔するし、やっぱお子さんも後悔します。だからそういう部分で後悔をしない成人式を迎えて、やっぱり、ご支度をするとか、まあ写真を撮るとかね、そういうことをいろいろ考えていかなあかんと思うんですが、まあ今日もね、知り合いのお母さんからね、ありがたいメッセージをいただいたんです。これね、これちょっと手前味噌ですけどね、僕、まあ、本当に思うことがあるけどね、今日はお世話になりましたということでね、メッセージ直接いただいたんですけどね、他のお子さんと比べると髪もメイクも着付けも統一感があるのがよく分かり、メイク一つで雰囲気も全く変わって、ヒデさんにメイクお願いしてよかったと思いました。まあ、写真館でも娘さん可愛いねと、わざわざ言いに来てくれたりとか、まあ、本当に親からしたら大変嬉しかったです、ありがとうございましたと、まあ、こういうメッセージをいただいたりするんですけど、まあ、まさしくね、そこなんですよ。まあ、メイクアーティストが足らないとか、いうのはもうある程度分かってるんですね。もう昔からね、足らないと言われてますけど、まあ、そやからって言ってこう初めて会った人に対してそのメイクをしてバーッとしていくっていうのも、着物も見えない状態で、しかもヘアはどんな風に仕上がるかわからんままですね、要は担当がこう集まってきて一つの会場でやるっていうことはね、結構多いんですよ。そういうパターンが多いんですね。そうなると仕上がりがどういう風にしていっていいかということがね、なかなかわからない人が多いんです。でそういう部分で、まあ、もし参考になればということなんですけど、やっぱりヘアとメイクと着付けのこのと総合的なこのバランス、これがね、きちっとね、やっぱりわからないと、出来上がった時にもう本当にちぐはぐになってしまうことが起こるということはよく僕らも経験してます。これなぜかというと、僕らもこれ独立する前はそういうことで、メイクさん来てきてみたいな感じで、僕らもそういう形で駆け出しの頃よう言ってました。まあ、数をこなさなあかんということで、もうね、一人で15人とか20人するわけですね、もうその短時間の間に。そうすると一人だいたい計算したら10分15分20分、まあ、かけても30分そんな状態でメイクをせなあかんということもやっぱ経験してるんですが、それって自分が自問自答した時にこれでええんかなって本当に、ね、思ったことあるんですよ。でそんなかわいそうかなと思うぐらいの時間しかない場合があったりとかで、しかも出来上がった後、着付けをする前の、普段着で来られた人にメイクを始めて、そしてヘアもまだ終わってないし、着付けの着物とどんなイメージとかもわからないままで、もしメイクせなあかんじゃないと大変でしょ。
でもね、こういうことって結構あるんですよね。だからそうなるとやっぱり出来上がったからもう一回ちょっとやり直してくださいということはいかないんで、だからそういう部分でやっぱカウンセリングとかきちっとどういうところで選ぶかっていうのは本当に大事だと思います。で僕はまあメイクを主にしてますし、で最終的には僕カメラマンもやるんで、撮影する時にねやっぱりみんな各々の目線で一生懸命になりますね。ヘアの方はもうヘアのみ、それから着付けの方は着付けのみで、メイクはメイクのみで、こういう形で普通はそういうふうに自分が一生懸命やっぱり得意とすることをやるんですが、最終的には俯瞰して上からですね、撮影するときはカメラマンっていうのは絶対またカメラの、本質をきちっと知ってる人はプロのカメラマンはカメラの写真のグレードを上げようとしますよね。だから本来はそのもっとチームのもう一個上から見てですね、まあマネージャーみたいな人がおって、でまあバランスを取っていくっていうことが一番いいんですけども、なかなかそれができにくいんで、まあ僕はメイクをやって撮影やっていろいろと経験してまして、まあどっちかと俯瞰して見てれる方なんです。自分で言うのもなんですけど、普通の、人よりかは客観視して見れると思ってます。これもう自負してます。だから、撮影する前にもう一度ヘアをこっち交渉とかメイク交渉とか、それから撮影した時に今度このリップもうちょっと足らんなとかって言ってまたね戻って、しかも着付けした後の、顔色っていうのは変わるので、僕はメイクはざっくり6割7割までやってから、着付けが終わってからもう一回そのヘアとバランスで最終的にもう一回ちょっとこう乗せます。で全体のバランスを取って血色を上げるっていうことをやってるんですね。でまさしくね、本当はそこまでやって最終的に撮影するときなんかは本当に着物の色とヘアとメイクをこう全体的に見て見渡して、それからまあカメラマンに委ねるとかね、そういう流れに本当はしていかないとダメなんやけど、まあ、悲しい現実、逆のパターンあるんですよ。メイク、ヘアやってから着付けしていってそのまま終わりとか、もしくはね、合間でこうメイクさんがまだできてないからって言ってもう、ヘアだけができていってどんどんこう素顔の状態で流されていって、メイクは後でもうまとめてやるみたいなね、まあ、そんなこともやっぱあったわけです。まあ、そういうことを考えていくと、まあ、もうそろそろね、本当になんかまとめてやっていくっていうよりかは、どっかこう政治意識分散したらどうかなと思ったりするぐらいなんですよ。だからなんで政治意識を同じ日にせなあかんのかなとかね、まあ、もう考えていけばそういうことですね。もっと個人個人を大事にしてあげたらいいということなんで、まあ、これ18歳からまた政治意識するっていうようなことも言うてるところありますけど、本当にね、なんかもう政治とかもうそういうのはもう本当にこの国民の視点で考えてないっていうか、どういうことが起こるかって考えたらいいのにねっていうことをたまに思ったりします。まあ、今日は とにかくちょっと成人式の感想ということで、まあ、来年ね2021年の成人式ももう今日から受付開始でございますんで、まあ、もし、成人式等で不安になっている方いらっしゃいましたら、まあ、僕とこはもう本当に人数限られてますんで、当日はもうね10名も無理ですからね、まあ、そういう形でもうすぐに埋まってしまうか分かりませんけども、まあ、もし他の、相談でこういうとこいいよ、ああいうとこいいよ、僕ご紹介するところたくさんね知ってますんで、また何かあればアドバイスとこうさせていただきますんで、いうことでございます。まあ、今日のライブ配信は、まあ、一応成人式が一旦終わってホッとしましたということで感想を述べさせていただきました。